デビット・ロビンソン、デビット・モーリス・ロビンソンは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手で、1990年代を中心に14年間、NBA のサンアントニオスパーズでプイした。身長216センチの大柄な体格に、似つかわしくない俊敏さと運動能力を持ち、その時代を代表するセンタープレイヤーの一人だった。3度のオリンピックに、アメリカ代表として参加。 1992年と1996年には金メダルを獲得。1988年には銅メダリストとなった。NBA では二度の優勝経験を持つ。1996年には NBA50 周年を記念した50人の偉大な選手の一人に選ばれ、2009年にはバスケットボール連動入りした。アメリカ海軍で士官として軍役についていたため、 提督のニックネーームでも呼ばれれ。ていた。左利き、フロリダ州キーウエスト生まれバスケットボールを始めた時期は、プロ入りした選手としては遅く、バージニア州の高校時代だった。高校卒業後は、海軍兵学校に進み、バスケットボールを続けた。海軍兵学校で4年間プレーした、大学リーグ時代の活躍は華々しく、ブロックショットやリバウンドで、シーズン記録を上げたほか、 4年時の1987年には、ネイスミス賞、ウ・デン賞を受賞した。1987年のドラフトでは、全体1位でサン、サイアントニオスパーズの指名を受ける。しかしロビンソンはすぐには、プロ入りせず、その後2年間、キングスベイの潜水艦基地で、土木工学担当士官として役に就いた。軍役1年目の1988年には、 アメリカ代表選手としてソウルオリンピックに参加。アメリカは準決勝でソ連代表と対戦した。ロビンソンはこの試合19得点12リバウンドと活躍したが、アルビダス・サボニスを擁するソ連に一歩及ばず82対76で敗れ、結局同メダル獲得となった金メダルはソ連。百七十二年ミュンヘンオリンピックでの遺恨試合と違って自力で アメリカが敗れたた、この敗戦は後にドリームチームが結成される一つの契機になった。ロビンソンは2年間の義務軍役期間を終了し、海軍中尉で軍を退役すると、1989年によりスパーズに参加。このシーズンロビンソンは月間最優秀新人選手に毎月選出され、個人成績もシーズン平均24.3得点12。 リバウンドと素晴らしいものだった。ロビンソンは毎シーズン21勝61敗だった。チーム成績をディビジョン1位の56勝26敗に引き上げる原動力となり、ルーキー・オブ・ザ・イヤー、新人王を受賞した。チームは、その後数年間カンファレンスの競合内市中堅といった状況が続いた。ロビンソン個人は、 オール NBA チームやオール NBA ディフェンシブチームに選ばれるなど高い評価を得る。1992年にはドリームチームの一員としてバルセロナオリンピックに参加。アメリカ代表は前回のオリンピックとは違い圧倒的な強さで金メダルを獲得した。1993から94シーズンには平均29.8得点を挙げリーグの得点王になった。 このシーズンの終盤には、ロビンソンとオーランドマジックのシャキール・オニールとの間で、得点王レースが繰り広げられていた。ロビンソンは、シーズン最後の試合となる、ロサンゼルス・クリッパーズに、チームメイトの協力も得て71点を挙げ、オニールの29.3得点を上回ることになった。1990年代半ばのスパーズはリーグでも、屈指の強豪となっていた。 1994から95シーズンにはリーグ最高の62勝20敗の成績を残し、ロビンソンはレギュラーシーズン MVP に選ばれた。このシーズンのプレイオフ、スパーズはカンファレンスファイナルでヒューストン・ロケッツと対戦。レギュラーシーズン成績47勝35敗で6位シードだった。ロケッツは毎シーズン MVP のアキーム・オラジュアンや フライド・ドレクスラーの活躍でトーナメントを勝ち進んでいた。リーグを代表する名センターの対決となったシリーズで、オラジュアンは、ロビンソン本弄し、ロケッツが4勝2敗で、NBA ファイナルへと駒を進めた。ロビンソンには、土壇場に弱い、リーダーシップがないという批判が付きまとうことになった。翌1995から96シーズン、ロビンソンは、 オール NBA ファーストチーム入りし、チームは、ディビジョン首位の59勝23敗を挙げるものの、プレーオフでは、カンファレンスセミファイナルで、ユタジャズ敗退。シーズン中に、50人の偉大な選手に選ばれていた、ものの、ロビンソンは優勝経験のない偉大な選手だった。翌1996から97シーズン、ロビンソンは怪我のためわずか6試合の出場となった。 大黒柱を書いたチームの成績は20勝62敗と三憺たるものだったが、スパーズはこの低迷のおかげで運よくよくシーズンのドラフト1位、指名権を獲得した。その指名権で、スパーズが選んだのが、大学リーグの各種賞与を総なめにした、センターフォワードの選手チームダンカンだった。1997から98シーズン以降、ロビンソンとダンカンは、 ツインタワーとして優勝を狙うことになる。選手としての完成度が非常に高いダンカンの加入により、ロビンソンの役どころも変化していった。ロックアウトで短縮された1998から99シーズンはチームでの得点主位の座をダンカンに譲り、同時にエースとしての立場もダンカンが引き受けるように見られた。スパーズは37勝13敗でリーグ同率主位となり、 プレーオフでは NBA ファイナルへと進み、パトリック・ユーイングを擁するニューヨーク・ニックスを下した。ファイナル MVP にはダンカンが選ばれたが、ロビンソンはついに悲願の優勝を果たした。その後3年間は、シャキール・オニール、コービー・ブライアントを擁しフィル・ジャクソン監督が率いる、ロサンゼルス・レイカーズがリーグを支配する時代となった。ロビンソンの個人成績は、 年齢とともに徐々に加工していったものの、ダンカンとのツインタワーは健在で、2003年にはスパーズの二度目の優勝に貢献した。このシーズンが終わると、ロビンソンは引退した。ロビンソンは高身長選手の常識をくっつ返すほどの高い運動能力を持っており、コートを駆け抜ける走力もあった。アシスト能力もあり、ポイントガードの支出まで備えているところから、 ポイント、インターと一時期呼ばれていた。同じ時代のカール・マローンと同様に肉体を鍛え上げ、筋骨流々とした体格をしていた。得点力のみならず、ディフェンスにも優れ、オール NBA ディフェンシブチームには、ほぼ毎シーズンに選ばれていた。IBM が、各選手のシーズン成績を特定の公式に当てはめて、算出する、IBM 賞をご解除している。IBM 賞は、 オールラウンドな活躍をした選手が受賞することが多く、ロビンソンは様々なカテゴリーで優れた成績を残すこともよくあった。1994年2月の対デトロイトピストンズ戦では34得点、10アシスト、10リバウンド、10ブロックを挙げ、4つの部門で2桁を達成するクアドラプルダブルを成し遂げた史上4人目の選手となった。MVP、得点を リバウンド王、ブロックショット王など個人で受賞できる賞はほとんど、すべて獲得している。リーグを代表するほどの選手でありながら長い期間、優勝できなかったために、精神面の弱さを批判されることがあった。キャリア後半に、ティム・ダンカンという名優を得て、以降は、負担が軽くなり、キャプテンシーを見せる場面も多く、優勝経験も持つようになりそのような批判は聞かれなく、なった。 少年時代から頭脳名晰でスーパーでの買い物の際、レジよりも早く合計金額を計算していたという。その後、海軍兵学校の入学試験を合格点が700点であるのに対し900点以上の成績でパスシール。また、ロビンソンはピアノやサクソフォーンを弾きこなし、ゴルフなど様々なスポーツを好む多趣味な人物である。2015年の1月から、 フルートも始めた。地域貢献にも熱心で、しばしばサンアントニオの学校等の施設に多額の寄付を寄せていた。このような功績が称えられ、2001年には NBA スポーツマンシップ賞を受賞した。現役時代には妻と共に経済的に恵まれない子供のための学園を設立している。キリスト教の熱心な信者であり、 引退後には、サンアントニオのオークヒルズという教会に、聖職者として加わった。この教会でロビンソンは、キリスト教関係の著作で知られるマックスルケード巻と、共に聖書の勉強会の講師をしている。しかし、キリスト教の教えでは、億万長者が天国へ行くことは、ラクダに乗って、針の穴を通り抜けることよりも難しいとされているため、NBA 選手として、巨万の富を得た、彼は、 そのことで深刻に悩んでいるらしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。